フィリピン行政委員会は第二次世界大戦中にフィリピン諸島を統治するために設立された臨時政府である。日本が講演し、名目上独立したフィリピン第二共和国が成立する前の暫定統治機関として占領中の日本軍からの認可を受けて設立された。フィリピン行政委員会は1942年1月3日、ホルヘビーバルガスを 初代委員長として設立された。これは、マニラの解放都市としての地位を管理するために、マニュエル・ケソン大統領によって任命され、後の PEC と同じ役員で構成された、文民緊急政権をほぼ反映したものであった。PEC は、第二次世界大戦中の日本の占領下にあった、大マニラの臨時管理政府として、そして最終的には、 フィリピン全体の暫定管理政府として設立された。1942年12月8日、PEC は交付代109号により、すべての政党を正式に廃止し、新秘党建設法師団、またはカリバピとしてより知られているものを設立した。カリバピは、日本軍政の指導のもと、フィリピンの精神教育、道徳の向上、身体の活性化、 経済の再生を目的として設立された。その任務は、オート共栄権の一環として、オートの民族の解放を推進する日本との強力な協力関係を醸成することであった。カリバピは、フィリピンの日本占領軍の強力な右腕として任命された。PEC は、 フィリピンコモンウェルスの元メンバーの多くで構成されていたがコモンウェルスのケソン大統領とオスメニア副大統領は国外逃亡を余儀なくされた。日本軍政府は食料資源の再配分に加えて物品やサービスの価格を統制し民間資産を管理することでフィリピン共和国の経済を厳しく統制していた。フィリピン当局による占領政府との協力は一般的で 帝国政府と同盟関係にあった企業はフィリピン経済の主要産業を買収して日本に協力した。また日本政府はフィリピン経済を統制して戦争に貢献するためにフィリピン国立銀行にも権力を行使した。日本統治時代のフィリピン経済の急速な衰退は戦後の反日感情を助長した。 占領政府がフィリピン共和国の支配権を維持しようとする中で国民の政府に対する態度はますます緊迫し日本政府はさらに過酷な扱いをするようになった憲法の作成日本の東条秀樹首相はフィリピンへの公式訪問のためにマニラの南の飛行場であるニコルス飛行場に上陸した1943年5月6日 フィリピン訪問中の日本の東条秀樹首相はフィリピン共和国の成立を誓った。この東条の約束を受けてカリバピは1943年6月19日に会議を召集し独立準備委員会の20名の委員が選出された。この委員会はフィリピン共和国の憲法の起草任務とし選出された委員長はホセラウレルであった。 準備委員会は1943年9月4日に憲法草案を提示し、その3日後にカリバピ総会が憲法草案を批准した。国民議会1943年9月20日までに国内の州都市のカリバピの代表グループは国の立法府であるフィリピン国民議会の議員54名を自らの中から選出し、知事と市長は 食権上の議員として54名が選出された。国民議会が設立されてから3日後、戦前の立法議会で開会式が行われ、ベニグの秋のシニアを初代議長に、ホセラウレルを新フィリピン共和国大統領に選出した。第二フィリピン共和国の宣言1943年10月14日、日本主導によるフィリピン第二共和国の樹立が宣言され、ホセラウレルが 大統領に宣誓された。同日、新フィリピン共和国と日本政府との間で同盟条約が調印され、2日後の国会で批准された。フィリピン共和国はすぐに日本に認められ、ドイツ、タイ、満州国、ビルマ、クロアチア、イタリアからも承認され、一方で中立のスペインは挨拶が送られた。国民議会とローレル政権が可決した。 最初の法律は1943年12月3日に既存のすべての食品管理機関をその参加にまとめた食品管理局を創設したことであった。日本が講演するフィリピン行政委員会を設立して作られた新政権は戦争遂行を維持するために割り当てを優先した日本軍が残した日常的な食料を配分し全国を苦しめている。 食料不足はほとんど管理していなかった。ありがとうございます。